からの撮影に成功。低い場所には少し雲がかかっている。天の川もくっきり収まった。だがこの写真、よく見ると不思議な点が。なぜか川村の右腕が青白く光っており、その長さも何か不自然。嫌な気配を感じた我々は練習中、さらに不思議なものを発見。先ほどの暗視カメラの映像を見てみよう。4人が映っている。なぜか朝子以外が白装束。この時間違いなく4人は同じ浴衣を着ているのにもかかわらず、3人の浴衣の模様が映っていない。現在我々はこのただならない現象について調査中。結果が出次第お伝えします。